んのご視聴、そして温かいコメントメッセージ、本当にありがとうございます。今日は大分県竹田市のフランツ竹田に来ています。待ちに待った赤上亮先生の白麗クラスの出版記念を祝してですね、ここで竹田市でイベントが行われます。今日はそのイベントにやってきました。赤上先生の全国のファンの皆様、それとか白麗ガラスのファンの皆様、今日ちょっと許可をいただいてですね、動画の撮影叶いましたので、できるだけ皆さんにですね、臨場感が伝わるといいなと思います。最後までのご視聴どうぞよろしくお願いいたします。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは楽しみです。皆さんこんにちは。このコロナ禍で、人数制限をせざるを得なかった、この状況ではございますが、このように多くの皆様が、お集まりいただきました。心から感謝申し上げます。ありがとうございます。これから赤上先生、こちらのステージに上がってトークショーをしていただきます。私も対談させていただきますが、先生はどういう思いでこの作品を作ったのか、そしてこれから私とすればどのように竹田市の地域づくりに、この小説を生かしていこうとするのかなどをですね、じっくりと話し合いたいと思っております。そして2部では、サイン会を開催いたしますので、皆様、ぜひとも皆様にとりまして有意義な時間、そして、楽しい素晴らしい時間になることを願って、まず冒頭の開会前日に返させていただきます。本日はどうもようこそお越しくださいました。ありがとうございます。僕よりじゃあ、いよいよトークセッションをですね、始めたいと思います。それではまず登壇者の、皆さんに登壇をお願いします。土井市長とそれから奈良本文教授とご登壇ください。皆様から向かって一番左、ご存知、竹田市長の土井正彦様、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この本当の話がですね、皆さん方もテレビでご存知だと思います。大分局研究会の奈良本事務局長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ここでですね、いよいよ皆さん方お待ちかね赤上先生と登場していただくんですが、その前にこちらをご覧いただきたいと思います。どうぞ。Thank you.
まず先生、今回ですね、7月5日に発売になってすぐ1ヶ月、約1ヶ月で重版になりました。誠におめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。それでですね、ここで今回代表を担当していただきました武田高校書道部の生徒さんからですね、先生にお祝いの花束を贈呈したいと思いますので、どうぞ。じゃあ武田高校の皆さん、壇上にお上がりください。じゃあ先生、こちらの方に立っていただけますか。もう一度いきます。皆さん、笑顔でお願いします。高校生、特に。高校生、皆さん、いい笑顔でお願いします。いきます。はい、チーズ。ありがとうございます。で、以前はですね、その出版業界では低迷するんですけども、最近ちょっと流れが変わってまいりまして、以前こういう時代小説をですね、おじさんたちが読むというふうになっているんですが、昨今もなんと若い女性の読者が主流を占めているんだそうですね。それはどういうことかというと、小説の中に食べ物が出てくる。でこれを聖地巡礼ということで、その場所に行ってその小説に登場するものをグルメとして食べ歩くという現象が起きているんだそうです。そうなると武田もですね、いろんなものが登場してきますので、そういう女の人たちが来るのかなというふうに考えております。で、サフランについてはですね、僕最近なんですけども、認知症の予防に効くということがヤフーニュースに出ておりました。これまたサフラン売り上げにとってですね、追い風になろうかなと思います。さっき吉武県議のご挨拶もありましたけど、このハブレガルというのはですね、観光ガイドブックの要素を多分に含んでいるんじゃないかというふうに思います。それではですね、ここで土井市長と奈良本事務局長からそれぞれハブレガラスを読んでの感想をお聞かせいただけますか。はい、赤木先生、本当に面白い小説で、心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にですね、あっという間に私も読んでしまいました。通常ならば殺人事件が起こって、犯人探しをするんですが、犯人はもう明らかに冒頭から、分かっておりまして、その動機を探るこのミステリーというかですね、それが、何度も何度も大どんでん返しがあって、とてもハラハラドキドキ、そして最後はですね、心安らぐというか落ち着く結末が納得できる、その終わり方に満足するというんですかね。随所にいろんなことが出てきます。こういう目で見ると新しい武田の魅力が掘り起こされるんだなということを改めて知らされました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ではですね、ハブレガルスを執筆するに至らせたものは何かということで、いくつか私の方から先生にお聞きをしたいと思います。最初の構想から着手までに要した期間ですね、それからその時に武田氏にどんな印象と興味をお持ちになったのか、で最終的に何が先生に執筆を決断させたのかと、この3本ですね。で多分その時ライバルとしてはですね、同じ県内でも木次氏と大分氏があったと思うんですね。それを武田を選んでくださったという、そこの経緯をお聞かせいただければと思います。はい、ありがとうございます。時間的にですね、多分押してるんだろうと、台本だいぶ飛ばされてますので、はい、思いながら、弱点いっぱいあるんですけど、一つありますが、話が長いというのがですね、ごめんでご迷惑をおかけしますね。その分小説も長くなりですね、その分単価も高くなりで、長い小説なんて敬遠されてしまうと役人が辿ってるんですが、できるだけジェッジ側にまとめたいと思いますけど、改めましてですね、本日はお休みにもかかわらず、答えのところをお越しいただきまして、誠にありがとうございます。で、また、市長以下、そして武田高校書道部の皆さん、
ね、またあのお休みにもかかわらずご覧いただきました。あの関係者の皆さん、本当にこんな素敵なものですね、用意していただきまして本当にありがとうございます。まずあの御礼申し上げたいですが、で私ですね、数えてみますと14作出版小説してるんですけども、うち8作が置いたものなんですね。で、そのうち2作が炊けたものになります。で、まあ、畑、まあ、大分が好きだから書いてるんですけども、したがって大分に来るとなんかまるで自分が人気者になったような作家にいつも思えてしまうんですが、何年か前にこちらでですね、もてなしいただきます。本当に、嬉しく思っております。で、調子に乗ってですね、この冬に出ますのまたちょっと大分からの来るですね、作品ですし、でもう今月下旬から始まる大分ことしの連載小説も大分絡みでして、はい、他の一応も書かなきゃなと思っておるんですけども、まあ、ただですね、先ほど市長と奈良さんから素敵なですねご感想いただきましたが、私小説書いていまして、まあ、自己評価70点台のものは出しておりません。80点を超えないとまだちょっと私としては出したくないということで、まあ、小説で生計立ててるわけではありませんので、こちらも書きたくないものは書かないし、書けないものは書けないしということで、取捨選択してるんですが、まあ、出版社さんとの関係で、何点ということはちょっと申し上げられません。ベストを尽くしてやった結果80点台というものもあるんですが、またはぐれガラスはですね、実は肉体もそうなんですが、書いて出す段階が90点超えてました。で、ありがとうございます。で、はぐれガラスの方はですね、で90点超えの自信作を出したところ、編集者さんが2人ついてくださって、もう徹底的に、より良くしていただいて、100点超えてます。したがって、すごい、自信作ではあるんですけど、ただ私、隠れた名作を書くのと有名でして、はい、隠れておるんですが、ただ、このはぐれガラスにつきましてですね、隠れなき名作になる可能性も先ほどご紹介いただきました10分もありますし、なるかもしれないということで、ぜひ小説による町おこしということでですね、コラボをしながら、はい、はぐれガラスを使っていただいて、ければなというふうに思ってます。で、今日すみません、私、笑い取れないくせに笑い取る癖が気づいたら笑っていただきたいんですけども、で、先ほどのですね、はぐれガラス執筆まで、構想から執筆までということなんですが、ちょっと、前にですね、書き出してみたところ私200個以上書きたい構想があるんですよ。で、それが全部小説になるわけではなくて、うまくはまれば小説になりますし、やってみてダメっていうケースももちろんあるんですけども、このはぐれガラスの構想は、まあ5、6年前だと思うんですけども、構想してはあったんですが、でその時に、抽象的なものだったので、要はその私のおじいがまだ存命でいるんですけども、おじいと自分との関係みたいなので、どんでん返しで最後、まあ、どんでん返しの復讐劇を書こうっていうので、思ってたんですけども、で旅しながら、まだこれデビュー前だったと思いますが、杵築市に行きまして、だそこで今チャンスが下がって、その杵築でちょっと時代小説書きたいなと思ってたんです。で、まあ、それはそれで温めてるって箇所が日本中いくらでもあるんですけども、で何年かしてデビューしてですね、でデビュー後に前市長が私の本を読みまして、大分ことし新聞さんのご紹介で、銀座で、おもてなしいただいたときに、竹田で書いてというふうに言われましたですね、まあ、エネルギッシュな方なので参りましたということで、ただ、まあ、そういうリップサービスで終わるケースいくらでもあるんですけども、資料がどさっと送られてきましてですね、でそこにしていただけますとやっぱりやらなきゃいけないと思いますし、で勉強を始めたところ、まあ、この物語もですね、構想とぴったり合うような私で収まったものですから、これはもう書かなきゃいけない。で竹田さんには実はですね、その前には2回お邪魔してたんですね、ちょっと友人に連れられて、まだ小説なんて何も書いてなかった頃に、たまたまその、ラムダムさんに連れてかれて入ったっていうと、それも、もう1回はちょっと母を連れてですね、2人旅をしてお家事を伝えたというので、あったんですが、まさかこうやって、こんなとお話できるとは思ってなかったんですけども、まあ大分
田さんも書くには書いてますし、で、まあ、時月さんのところはいらなくて、で、竹田さんから本当に、協力のプッシュをいただき、で、かつその執筆にあたってはもう後藤館長に、もう生き字引でいらっしゃいますので、何に聞いても教えていただきますから、本当にもうそれで、10点以上上がった感じですね。ですね、まあこれも、もう竹田、まあ竹田でしか成立しない物語なんですが、もう私に書くために、誰も手につけなかったような、そんな中、つもりで早かったように思うので書いてまいりました。もうこれでやっぱりはい、ありがとうございます。このさみまして、第2部のサイン会に移りたいと思います。サイン会またご案内しますので、その間ちょっと大展開をご紹介いただきたいと思います。どうぞ皆さん、この3名の方が拍手をお願いします。嬉しいです。ジェイコさん、今それカメラ回ってる？回ってます。嬉しいと、ちゃんと回っちゃう、回っちゃう、大丈夫です。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ひろたまでした。バイバイ。